おはようございます。二等前妻でございます。ということで今日は勝負です。まあモーニングルーティーンとして日焼け止め、まあ30分後には落ちます。これはい、何の効力もないんですけど、汗かくんで、でタオルで拭いたらもう長くなんねんけど、はい、というわけで、はい、仕事頑張りましょう。というわけで仕事が終了しました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。二等前妻でございます。というわけでお疲れ様です。まあ本日も頑張って仕事して、まあね、次のねもう休みにちょっと打ち込むことにしたんで、はい、とりあえずまあ仕事頑張りましょう。二人だな。よし、帰るか。そうだ。日東前妻。はい、休みです。本日。今昼ぐらいなんですけども、まあ今からですね、まあ、日東前妻実践編入りたいと思います。まあ打つ機種はもう何が空いてるかわかんないんですけど、まあ、基本的にはまあモンキーターン、もしくはもうカラクリ、もしくはゴッドイーター、このあたり狙って、まあ、とりあえずお店行きたいと思います。マジで勝つ。もう買って最高の休日にします。はい、というわけで到着いたしました。マジックバード東三国店さんでございます。まあまあまあ1回は絶対当てれる。はい、天井いけるとは思うんでね。まあまあそんな弱気なこと言ったか、天井まで行きません。はい、普通に当てる。1枚目だよ。日東前妻。はい、というわけでモンキーターン始めていきたいと思います。333ゲームからで、まあなんか初当たりもね、まだそんなに、回ってないんですけど、1500回転で初当たり4回、まあまあまあ、通常時なんで、まあまあでも、そんなもんかっていう感じですね。まあ333ゲームで、今日の日当は3日分、プラスですね、見てください、この間、お墓た新設作業したら、あのお志をいただきました、3000あります、なので、今日は4万5000での勝負、マジでコンプリートさせます。というわけで、1枚目。久々なんでね、もう絶対に勝ちたいです。平和島からね、まあ降格と。で今3周期目の97でヘルメットロゴの足やから、まあ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 、通常 B やったらここで当たりますよと。まあただ通常 A でも、まあ、5周期目がちょっと熱くなってるから、まあわりかしいいゲーム数で置いてあるんじゃないかなっていうふうには思う。まあ最大でも780ぐらいで天井を迎えるんで、まあ1万ちょいあればまあいい台が空いてたなっていう印象。まあ設定の部分あとどうなるか。ただね、モンキーターンって別にそんな短い時間でね設定推測できるような台じゃないんで、まあ確定系が出てくれたらいいですけど、基本的にモード以降、はい、で設定の推測をしていくっていう感じなんで、まあまあまあ今もう1時ぐらいなんで、まあ、なかなか難しいとは思いますが、上やったらいいなっていう感じ。よし、まあ、とりあえず、子役を引いて、激走チャージに入れて初当たりにお金をかけないと。というわけで2枚目。なんだかここ激走飛んでほしいな。
あ、いいね。これ激走いくな。いいよ。これで666引っ掛けれる。まあ外した時用にちょっといっぱい乗せときたいな。うわっ、これは熱い。めちゃくちゃ。ちなみに激走モード、激走中の中段チリは3分の1でフリーズっていう恩恵があるないか。ワンチャンス1634。まあそらないか。気持ち集め。ボートか。アイテム取れ。ナイス。これでかい。25倍やったかな。あ、初代ステージ、これ AT の方です。よしよし。まあ一旦これは嬉しい。しかもちゃんとゲーム数取れたし、いやこれでかいな。基本的に俺1ゲームは数え間違えてるかもしれんけど、全長と優遇合わせて28ゲームでの発展 OK。 ちなみに当たってる時のここサレサンテージのネジでなんか光ったりするらしい。ナイス OK。 いいよ。50。あー、まず20やな。ちなみにここ上乗せ超高確率なんで、ここでレア役引くことってめっちゃ大事。びっくりマークとか激アツが出たら3桁。うん、まあ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 。さあ頼みます、シナリオ。お、あ、悪くないね。50%以上 OK。 これで 66%。ちなみに高位転出差ではあったはず。まあでもこの緑なんでダービーキングより下ボート、これも3割、大体3割で、バトル広角に行く。だからこの3割しっかり取っていければマジで戦える。いやあるよこれ下は。いやいい感じで 33% 取ってる。ちなみに何も引かなくても 6% ぐらいでバトルに行くんで、これ浜岡さん出てきてくれんかな。あるよこれガチ。浜岡さんある、出てきとけ浜岡さん。浜岡さんよし、めっちゃいい感じ。うわ、しかも勝ったら連戦。これマジで激アツ。いやマジ来たわ、ここやわ。一発目の AT でぶっ壊すわ。同時ちなみに12000、このノイズかかってるのは連戦確定で、浜岡さんは2回連続、ナビ出したら各地確定。あ、まあリプレイでもいいねんけど、で外れでも 11% で勝ち。いやこれ絶対勝たなか。ナビ惜しいよ。ここで 50% あります。いやでもこれチャンスアップは出てない。次ナビ出したら勝ち。かくナビ惜し勝ち。これはマジででかい。でここでレア役ね。レア役ナビ出るな。うお、あるよ。ガチである、ガチである。1かけ出して、あ、一冊で20ね。で連戦なんでこっからもう一回浜岡さん出てこい、お願いします。ナイス浜岡ナビ OK。 これは勝った。もう一度ナビ出しとけ。いやーいやー大丈夫勝てる。嘘やろ、やめろ。やってるわこれ、これやったわマジで、やったわ今の。ただ俺最近さモンキーターンの勉強をひたすらやってんねんけど、まだ設定推測とか攻略確率とか、まあ演出面やねんけど、俺青島 AT までちょっと調べが行き届いてないね。まあ、今後俺結構モンキー打っていくと思うから。うわナイスディブル、あっちー。どっから狙おうかなこれ、どっこっちから行くか。あーいやこれボートやったら、あ、まあまあそうやな。30、いやいいね。これ全速まで取ってるな。全速取ってます。下パネチカチカ大丈夫。いやー嬉しいなこれ。 OK 全速、レバーオンのプチューンで救急全速、ベルの 50% で100ゲーム以上っていうバケモンみたいな性能やねんけど、まあなかなかいかへん。何パーセントか知らん。まず
オッケーオッケー、ベルね、ベルで最低5ゲーム、オッケー、最初は10やね。いや、レイアク行きたいねんけど、レイアクもな、弱点とかじゃ乗らへんからな。お願い、ナビ、ね、ナビやな。30ゲーム弱ー、まあ、ないよりはマシ、はい。ちなみにごめんなさい、さっき俺ちゃんと説明できてなかったかもしれない。656ゲーム、投資1万2000円よろしくお願いします。いいねー、これ、強チャンス目一角です。いや、チャリチェリーもあんのかな。いいよ、これ乗ってほしい。もう一発いる、もう一発いります、赤まで。いやー、これ乗らんかな、乗っとけ、オッケー。あ、30か、連続なし。お、重ねてくるね、いいですね、ぶっちぎりまで取っとこう。アリサ、アリサ来い。これはちょっと弱いな。おお、チャンス目引いてる。ないか、まあ裏の背に回ってる可能性はある。だからこういうさ、いい展開やったらさ、マジで頑張って仕事しててよかったなって思うよな。うん、今なんか暑いじゃないですか、めちゃくちゃ夏場ね。もう、まあ、僕今現場仕事やってますけど、まず夏が鬼門なんですよね。庶民春、秋、冬、まあ冬も別に体を動かしてたら暖かくなるからいいんですよ。夏がなんせね、はい。だから新しい、まあ、あのバイトの子じゃないですけど、職人さん入ってきても、まあ、職人っていうほどじゃないか、まあ、最初の見習い入ってきてもやっぱ夏でやめていくんですよね、はい。半日でいなくなる子とかもいるんでね。お茶、なんかお弁当買いに行ってきますってそのまま、飛んでいなくなったとか、まあ、夏場はほんまザラにある。まあ、まあ、慣れたら慣れなんですけどね。その中で頑張ってね、暑い中仕事して、そうやってお金を持って休みの日にうち、に来ると、でこういう展開があればなんか報われるわ、マジで。このために働いてるんで。乗るんかな、これ。ないか、もったいねー。それやったら勝負中に引きたかったな。頼みます、66%引いとけ。いや、絶望的で。ちなみにここボタン押したら勝ってる時の4分の1で一番人気になる。いや、これ厳しいぞ、かなり。チャンスアップくれ。いや、ないな、カットインなかったらもう終わりです、これ。女、うわ、じゃあえのき、ここえのきでできてくれたら勝ち。男カットインはえのき、えのき、あー、もうこれ終わるパターンです。 66% やぞ。あー、厳しい。ここで強チリで書き換えっていうのもある。強チリ負けるな、これは。66%。いやー、恐れてた時代やな、これ。ここ次のゲームレーク、ここが一番大事。チャンス、ナビ出したらあかんねんな、これ。光るな、光るな、光るな、光るな。うわ、ナイス。これはガチで嬉しい。これガチででかいぞ。ここは多分俺 80% やと思うんで。青やな、色がもうついてる時点でつけまい校舎か高一点か動物スペシャル。いや、ここ 80% よ。だからさあ 80% は大丈夫、取っていこう。一番人気、あー微妙、勝ってる時の4分の1で一番人気になる。いやー、怖いねんけど。ちょっと頼む、やめて、頼むからやめてくれ、冗談は。赤色、いやー、ガチか、これ。刺してくれ、刺せ。嘘やん、レイク引いとこうか、じゃあ。
レアクいいとこか。レアク、うわ涙しとる。もう一回復活やめて。うーわーやったわこれ。 80% 落としてもうた。ちなみにこれ偶数したね。いやー悔しい。ロゴお光ってるんで B 以上です。 B もしくは天国。いやー悔しい。熱いねこれ。弱チャンス目から、弱チャンス目から懲罰ね。これは嬉しい。いやでも激走チャージでよかったけどな、ぶっちゃけ。もうこの周期で俺当たると思ってたから。でこれ毎回 9.4% ペラで 9.4% 弱レア役で 33% やったかな。弱チャンス目で 50% やったかな。強レア役で 100%。 ちなみにこの次のラスト1ゲームでびっくりマークが出たりとか、あと赤玉が出て外れた場合は 50% でグランドスラムチャレンジ。だからここで赤玉が出る、あまあこれ白玉やねんけど、これ赤玉で外れた場合はここのレバーでグランドスラムチャレンジが 50% で飛んでくるっていう激アツ。はい、っていう法則を楽しむっていう。OK、436ゲーム持ちメダルが162枚。あ絶対伸ばさなあかんなこのエティ、頼んますマジで。さあやるぞ、頼む。モノクロでもいい。モノクロ、あま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 あ。あら赤持ってきたね。しょっぱなから赤はもうダービーキングか道具地スペシャルか愛知の巨人しかないから、道具地スペシャルやったら嬉しいな。さすがの俺もな 80% 2回連続では落とさんで、 80% なんかサクッと取ったらいいねん。お願いします。ここにもうえのき道具地いらんよ。うわこれは大丈夫、絶対大丈夫です。これ押してみましょうか。あ変わらない。いやこれは絶対に取ってる。強チャンス目やったら普通にバカンスモードあった。チャンス目引け。バカンスモード無理か。バカンス無理やな。えちょっと待って、7以上やからこれシナリオ、え待ってくれ。うわシナリオ7以上なんで、今これが7以上。道具スペシャルやなこれ。愛知の巨人オア道具スペシャル。いや熱いよこれ普通に。もうここでね申し訳ないです、せっかくね あの道具スペシャルで喜んでたんですけど、マイクが切れまして、後でも説明してるんですけど、あの声がほとんど入っておりません。なので今の AT とここの通常時はカットしました。なんならこれはねガマさんモード引っ張ってきて懲罰やってるところです。まあマジでショックでした。まあでもねあっこの道具スペシャルの 80% 僕外して AT 終わったんで、でその後このガマさんモード、ガマさんのライバルモード飛んできて、まあ普通に嬉しい展開ではありました。 80% 外したとはいえ、はい、でここの懲罰当たるかどうかっていうところで、はい、今当てレコを入れております。申し訳ございません。ま僕ねこのモンキーね、まあ、この後ずっと売ってるんですけど、結構上の可能性あるかなと思いました。まあ短い時間でねなかなか判別できる機種じゃないんですけど、確定形が出ない限りは、はい、でも全然悪くなかったっす、はい、悪いのは、まあ、僕の引きだけでしたここまではね。で、とりあえず当たるところまではもうサクッといきます。で最後らへんねまた音声戻ってるところあるんで、まあそこからねちょっとまた気合い入れて見ていただけたらなと思います。申し訳ございません。いやーグラスがないなー。いやこれ33枚だけどな。いや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 こんな嬉しくない評判チャレンジのあたりある。いいね、頼む、ゴールド気をつけるよ。いやー勝ったことない、ナイス、50乗ってたわ。これは嬉しい。はい、本物が悪くないね。7以上やろこれ。
ちなみにこれ 5% です。変わったりする可能性もある。女の子に変わったら 80%。 5%、 なかなか揃わない。ドムちゃん、ミニドム頼む。リプレイレベルの33%見とけ。赤とか出る方にか赤もう一発ゲーム とりあえずまあここはガチバトバトルで、めっちゃ売り、これ何て売り。
今の音楽はちょっとですね。
よっしゃ。よっしゃ、上登ってきました。で、また登るかも、登ってるよ。あれ、登れないよ。これが一番。
悪なことが起きてる。もうまたマイク入ってないねんけど、なんなんこれ、俺コード潰れてんのかな。もうめっちゃいい見せ場取れてんの、俺コード潰れてるわこれ。で今つなぎ直したから多分こっちは大丈夫やけど、ごめんなさい入ってないかも音。いやーこんなんで負けとったらあかんよ。 75% 全然足りてないよ。怖いねんけど普通に。赤色落ちた、これは通ってるやろさすがに。 OK ナイス、よかった。ガチで終わらさんよ、なかなか。温泉モードないか。頼むよ、終わらすわけにはいかない。まあ大丈夫かこれ。いや怖いわこれ、怖い。やってるかもこれ。復活やってるわこれ。ここの真ん中のペラで、うわ終わらした、最悪や。あらこれボートからの懲罰やから、これガモさん、ガモさんあるかもな。ボートからなんすよ、ガモさんモードかも。いや熱いこれ、滑ったら激熱。いや熱いよこれ、強ちゃん攻めやったら確定。これは 30% やったな確か。よっしゃら、魂よ、これこそ魂、うますぎる。178回転、1628枚なかなか難しいよな。ブルブル震えろ、あるよこれ、ガチである、ガチである。あーさて、チャンス、やめろ、光るな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 、魂やから結局、結局魂やから。いいよ、絶対に強チェで頼むっす、絶対に強チェで。あー甘くないね、赤さて、よっ、ほらやったぞこれ、よっしゃ。いや大丈夫やと思うけどこれ、いや大丈夫やで、いや負けへん、さすがに、さすがにスミちゃんやろ。嘘やん、考えられません。ああ即優出や、珍しいね、初めて見た。まあそもそもが薄いから。いやでも今の 80% 落としたら地味にショックやな、ギャンブラーやったら全然あったもんな。いやこれ設定あるんちゃうかな、ないかな。いや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 、ちょっと伸ばしたいな、ぼちぼち。チャンスってことは、今のしかも負けたってことはダービーキングやったってことや、だから 80% や。次の 10% 通したら 80%100%50% でグランドスラムやってんな。モノクロ、モノクロハトノ、もしくはエノキ、愛知の巨人スター、色変わってほしいな。いいよ緑まで来た。いやもう絶望やねんけど、なんなんこれ、
本気で言ってん。赤色。いやあるな、取ってるわこれ。よかった、嬉しい。よっしゃ、いいよ。バカンス落ちか。いや愛知の巨人ないか、無理か。色、あー色はつかない。チャンス。いやチャンス。いやなかなかチャンス。まあ負けるよなこれは。引いといたれ。いふぅ、まあ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 、ないよな。でもメダルも何も出えへんか。よし、もう終わるか。まあ、とりあえずちょっとやめ時としてはこれが完璧だと思うんでやめます。はい、2077枚で2万7000円投資なんで、まあまあプラスはプラス。何が悔しいって音声取れてなかったことちゃんと見せ場終わったんやけどな、悔しい。まあ、でもとりあえずちょっと編集でなんとかしてもらいます。というわけで、本日の実践これで終了します。ちょっと飯食いに行きます。日東全妻。はい、というわけで、本日もうこれで終わります。もうマジで悔しい。せっかくいい見せ場あったのに、なんか知らんけど一番大事なとこまで音声取れてなかったっす。これなんなんやろな。というわけで、2万7000投資の、回収が、2077枚、勝ちです。ちょっとまだもうちょっとあのなんか状況設定状況も良さそうやったし追いかけてもいいかなと思ったんですけど、まあなんか音声取れてないことにちょっと慣れすぎたのと、あとまあ視聴者さんね来てくれて、まあせっかくなんでご飯行きましょうということで、はい、まあ僕買ったんで、はい、たまにはね僕も視聴者さんにおごって、まあ、ちょっと楽しみたいと思います。休日をありがとうございました。日東全妻。